元気ですか？ガラガラボイスの時間です。もう5月になってしまいました。ゴールデンウィーク始まりますけど、まだまだ先は長いようです。ぼちぼち勉強していきましょうか。この絵から何の漢字ができました？山。OK。一年生。じゃあ、これは？これも簡単。川。OK。じゃあ、これは？川をちょっと消した感じ？この感じが見えた人？天才。水です。見えてた人。すごいな。はい、これ。雲から水がポタポタザーザー。簡単ですね。雨です。これが上に来て、雨冠になってたくさんの漢字ができました。さあ、雨冠にもく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 。もくもく。雲ですね。雨冠にと光りました。何の感じ？雷だと思った人。違うんですね。ピカッと光るのは電気の電。実はね、稲妻とも読みます。まあ、こっちの方がよく使うけど、小学校では習いませんけど、覚えといてね。じゃあ、雷は？雷は何の絵からできましたか？実はね、雲の上ででん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 
太鼓の絵からできました。では、飴を手で受けたら何になりましたか？そう。雪は手で受けれますからね。これも絵からできたんですよ。じゃあ次からは絵ではなくて音でいきましょう。霧、霞、もや、梅雨、あられ、ひょう、しずく、霜。ゆっくり読みましょう。その中でね、こんなん気になるんですよ。これとこれ、霧と霞ってどう違う？もやもあんねんけど。まあね、科学的に空気中の水滴、水が溜まってて、1キロより見えんのがもや、1キロ見えへんのが霧、そこに塵とかが集まってて、霞んで見えんのが霞、とかね、辞典にも書いてあるけど、そんなことよりも、昔から、霧と霞ってちゃんと分けてて。百人一首知ってる？
高砂の尾上の桜咲きにけり、富山の霞たたずもあらなん。村雨の梅雨もまだ日の巻の葉に、霧立ち昇る秋の夕暮れ。もう千年前から、春は霞、秋は霧っていう風に日本人は分けてたんです。それが文化です。科学的に1キロ見える見えへんとか、これも大事やけども、季節を感じてしっかりと霞と霧に分けて、歌に読んで過ごしてきたご先祖様、素敵ですね。百人一首っていろんなことにつながってんねんで、YouTube ばっかり見てたらあかんで。